愛、国民の創生のインタータイトルの例。映画におけるインタータイトルないし、タイトルカード中間字幕は映像の様々な場面の途中に編集によって挿入される、印字された文章を撮影したコマで、一般的には登場人物のセリフや場合によっては映像としては映し出されない内容をも示す、説明文などが提示される。インタータイトルは、 サイレント映画の時代には単にタイトルと称され、ある程度以上の長さと複雑な内容を持った映画が制作されるようになり、映像の中で演じられ、描写された事柄について、その意味を明示するために会話や説明が必要になってくると、サイレント映画の根幹をなす要素であった。インタータイトルの最初期の使用例として知られているのは、1901年のイギリスの映画、スクルージ。 おア・マーリー、エスゴーストである。1929年に行われた第1回アカデミー賞においては最優秀タイトル賞が与えられ、特定の作品は明示されなかったが、ジョセフ・ファーナムがこれを受賞した。しかし、トーキー映画の導入によってインタータイトルの使用が一般的ではなくなっていく中で、以降のアカデミー賞ではこの賞が与えられることはなくなった。 現代の映画におけるインタータイトルは、詩文などのエビグラフを提示したり、映画なり、他の映像メディアの様々な単位による場の区切りをタイトルカードによって明示するために用いられる。最も一般的な使い方は、歴史劇の終幕で登場人物たちがその後どうなったかを説明するものである。サウンドトラックの発展に伴い会話を表示するものは、早く廃れたが、 物語を叙述する使用法は1930年代の遅い時期まで一般的に見受けられ姿を消していく過程はゆっくりとしたものであったしその後も表現手法の一つとして用いられることがある例えば映画フレイジャーではギミックとしてインタータイトルが用いられている BBC のドラマスレッツはシェフィールド以外の遠隔地で起こる出来事について場所や 日時などの情報を提示するのに、これを使っている。NBC の刑事、法廷ドラマ、ローオーダーでは、次の場面の場所と日付を表示するのにインタータイトルを用いている。現代の映画作家であるガイ・マディンは、古い映画のスタイルを創造的に流用することで知られており、インタータイトルを活用している。各地で制作されているクイズ番組などでは、 アニメーションを盛り込んだインタータイトルを用いて次の展開を導入する契機としている。インタータイトルという表現は陶器映画の出現よりかなり後になってから学術的用語として生み出されたものである。ここで言及しているインタータイトルを意味するタイトルは現代における意味におけるサブタイトルやメインのタイトルと混同してはならない。ありがとうございます。